ちょっと明るめでやっちゃっても大丈夫ですか？でもさりげないですね。うん。皆さんこんにちは、さひです。今日はですね、フェイスアワーズのスポンサーでもあったロレアルさんからロレアルのあのノープーのサロン体験にご招待いただいて行ってきましたので、その時の様子をお見せしていきたいと思います。それとね、私がねずっと最近悩みだった、こうボブカットだと耳にかけるとこの髪の毛がギュイーンって跡がついちゃうやつ、それもねちょっと相談してきたので、あの気になった方はぜひぜひ見てください。谷口さんです。よろしくお願いします。今回はおしゃれに耳の上だけっていう感じでハイライトを入れていきます。入れてもらいたいと思います。おしゃれすぎる、めっちゃ楽しみです。やっぱこのぐらいの長さってこうすぐバサッてこう顔周りに落ちてきたりするんで、かけちゃうんですけど、かけるとこの耳の横の跡がもうなんか角みたいに刺さりそうなぐらいのこう攻撃力があるんですけど、あの癖をこう手で自分で戻そうとしてもなんかうまくいつも決めれなくて、逆にもっと角がツンみたいになりますけど、つむじが関係してるんですよ。聞いたことありますか？ないです。ちょうどつむじのところが全体の髪の毛のバランスを作りやすいんですけど、こう待ってるんですよ。こっち側に、こう待ってるんですか？はい、つむじのその通りに乾かしてあげると綺麗に内回りなるほど。じゃあこうなら前の方がいいんです。前でこっちは後ろってことですか？そうですね。すごい、もうすでにギュインって跡がついてしまった髪を直すにはコツがあったりするんですけども、乾いてしまうと直しにくくなってしまうので、一回根元なんだ。そうなんですよ。根元がギュインってなってるところじゃなくて。そうなんですよ。根元を乾かしてあげると、でさっき言ってる感じで乾かすと収まりが。私の場合はこっち後ろでこっち前でってことですね。そうですね。バーバーバーってやって固まってしまってるのに、そのコテでどうにかしようとしても難しいってことですね。なかなか。そうですね。時間経った時にまた跳ねちゃうと思います。なるほど。なので、あの本当に扱いにくいなって思われたら、うちスムージングパーマっていうのがあるんですけど、ああここだけストレートみたいな、ちょっと自然な感じで丸みを出すっていう、そんなパーマがあるんですか？そうです。はい、王子ちゃんです。どうもフェイスアワーズお疲れ様でした。無事終わりました。無事終わったね。今日はちょっと初めましての王子ちゃんなんですけども、今日は何を？今日は、トリートメント重視で、あのトリートメント重視で、はい、痛みがもうひどいので、もうお二人がかりでかなり念入りに、はい、至れり尽くせり。あ、あれちゃんと取ったんだ。全部全部自分で取って、あの朝からずっと回ってやってたんですけど、朝からセミの鳴き声がもう鳴ってきて、なんか暑すぎてもう窓を開放してやってたんですけど、ビビビビビみたいな。で夜になったら牛ガエルが見えよくやったね。今回もみんなやらないかなと思ってなんかそこで、あだから自分ができるのはその数勝負。やばいね。その作品はこちらかこちらでご覧ください。そんなことしてくれるんですか？はい、ありがとうございます。こんな感じです。わかるかな。ちょっと明るくなってますね。なってますね。トレアルのなんてやつですか？プロフェッショナルセリエエクスパートやつ。なんかあれサロンでしか売ってないやつみたいですね、これ。これあれですか？ノープータイムですか今？そうです。私も初めてなんですよ、この。あ、本当ですか？ノープーと言われる泡の立たない系シャンプー。本当に立たないです。立たないんだ。はい、完全にトリートメント重視の。あ、そうなんですね。ひたすら髪をなでなでしてなでなでなでもらう感じなんですね。その手羽先なんていうの、手羽先すごいですね。手羽先本当だ、全く泡が立った様子がない。なんかむしろなんかトリートメントでずっとマッサージしてくれてたような感じ。そうですよね、イメージはそんな感じですよね。今回カットはですね、ちょっと次のねお仕事があるので、そんなに短く切れないので、まあ、軽く揃える程度で、なおかつこうちゃんとこう跳ねないように内側に丸まってくれるような感じをちょっと整えていただきます。自分でです
ですね、ホームケアしやすいようにカットする最高ですね、そう、それです。本当整える程度で、このくらいなんですよ。このくらいすごくない？逆にすごい、ちょっと待って、ちょっと待って、これで全然違いますから。すごい、何これ、少なひげ剃った後みたいな感じの量なんだけど。初めてです、こんな美容院室に来てここまで。少ない。わかります、ここは自然にこう中に入ってる。本当だ、中入ってる、はい、面白い。ほら、ここ、はい、なんかこのさりげない感じがね、すごいおしゃれなんですね。似合ってますね。え、動きが出ますね、立体感が出ますね、はい、違います、うん、耳を境目に下で変わるんで、うん、本当だ、こことここが違うんだ、すごい。ね、ちゃんとこう跳ねないような感じのカットでねしてもらって。そうですね、少し切っただけでも、そうそうそう、で耳をかけたらここにチラチラとハイライトが入ってるっていうおしゃれな感じになっています。ありがとうございました。ありがとうございました。